梶さんやんクロッケファーム、D1 の実習獲得ですね。株が先週よりまた一段と太ってる感じがしますね。もうそろそろ株は一部収穫していただいてもいいかな。でもこれ多分品種が聖護院株だからもうちょっと大きくしてもいいかもしれないですね。人参はそれでまた一段と大きくなってきてますね。このまま越冬させていければと思います。で、小松菜はちょっと育ちすぎの感がありますね。水菜も若干育ちすぎかもしれないけど、まだ美味しく食べられますかね。明日いらっしゃるんでしたら、この辺はもうどんどん収穫していっていただいてもいいかもしれないです。で、大根はもうちょっと待ちますかね。収穫するまでに。もうちょっと待ちましょう。パクチーは一部かな、新しい葉を摘んでいただいてもいいというふうには思います。